近海国際空港は大韓民国の富山広域市構成区大渚道にある国際空港である。近海国際空港は1976年に開港した。富山広域市に所在していながら近海国際空港と呼ばれるのは開港時の地名が近海軍だったためである。空港は富山西部の田園地帯に位置している。富山のみならず、 ソウルやチェジュなど国内線への乗り換えも可能な韓国南部の空の玄関口であり、日本向けの国際線は東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、沖縄、北九州、佐賀、大分の9カ所の間に運行されている。軍民共用空港であり、韓国空軍の駐屯地が隣接している。2001年、新川にインチョン国際空港が完成したのに伴い、 ソウルでは国際線と国内線で空港が分離された。これを機に近海国際空港を国際線と国内線が同じターミナルで乗り換えできる韓国最大の空港と位置づけ利便性の向上と利用客数の増加を図るためターミナルビルの建て替えが行われた。コンパクトで機能的な新国際線ターミナルは2007年11月1日より利用されており、 国際戦艦の乗り継ぎも最小の移動距離で済むように設計されている。現在は国際線ターミナルと国内線ターミナルは無料シャトルバスで連絡されている。近海国際空港が開港する以前は富山市ヘウンデクの富山飛行場が使われていた。1940年、旧日本軍により建設された水泳飛行場が前身で1946年より 民間定期便が運行されており、1958年には、富山飛行場という名称になった。1976年に閉鎖され、跡地にはビックスコ、センタムシティなどが建設された。出国審査ゲートを通過した後の出発ロビーでは、簡単な軽食を提供する店が2つあり、デューティーフリーショップは、新世界免税店と2店舗ある。その他、 セブンイレブンが入居している。ラウンジは、KAL と足穴の2つが2階に並んで入っており、共にプライオリティパスが使用できる。国際センターミナル富山近海系電鉄富山、近海系電鉄空港駅201番西面駅、行きしないバス2013年内に、新たな就航都市を11カ所まで増やし、また国際線の増便を行う。空港はこれらの新規就航や増便に合わせ、 1119億ウォンを投じて、ボーディングブリッジの増強と、手荷物受け取り所のベルトコンベアを増設するなど、施設の拡張工事を行う。8月中に設計を終え、2015年の完成を目指して年末頃に、工事の着工へ入る。手狭になっていることから、現在の空港隣接地に滑走路1本、新ターミナルを建設する。 近海新空港建設計画が2016年に決定したものの、2020年11月17日、国務総理室参加の近海新空港検証委員会は、根本的な検討が必要とする検証結果を発表し、近海新空港建設計画は事実上白紙、撤回された。そのため、新空港の建設予定地は、過速等になるものとみられる。ありがとうございます。